ただただただあっち向いてほいってわけで、なんか今日ちょっとビジュアルが良さめな気がします。白洲さんの白サブチャンネルです。イエーイ。あー、白洲さん、12月は本当に盛りだくさんチャンネルなんでございますけれども、盛りだくさんチャンネルって言って、海洋性大腸炎になりました、ご愁傷様ですっていうね、難病にかかりまして、難病なんですよ、これが。っていう、私がね、っていうお話と、彼氏ができました。しかも、ワッチの恋だろ一緒に歌っちゃいました。のろけチャンネルイェイっていうね。まあ、すごくこう、盛りだくさんチャンネルになってしまってるわけでございます。本当にお騒がせしております。というか、いろいろご反響いただいて本当にありがとうございます。ご心配の声、おめでとうの声、本当に忙しい12月になってしまいましたよって感じなんですけど、とりあえずその海洋性大腸炎のその後なんですけど、やっぱね、波があるんですよ。すごい波があって、波があるんですけど、なんかね、本当にやってしまったんですけど、一回ね、もう治ったと思ったの。治ったと思ったんですよ。治ったと思って、やった治ったと思って、で、一応治ったら、なんか普通の人と同じ食事していいっていうふうには言われてるんですけど、症状がね、お医者さんから、ちょっとお白さんはさ、バカだからさ、やっぱ、普通の人と同じ食事っていうのの限界値をさ、がちょっと分かんなくなっちゃって、一日ね、暴飲暴食した日があるんですよ。やっぱダメだわ。お酒一滴でも飲むと、やっぱり3リットルぐらい飲んじゃう、普通に。で、本当にね、飲めたの。ちょっとうんこしながらだけど飲めたんですけど、飲んだんだけど、次の日マジでお腹痛くなって、1ミリも動けなくなって、本当に。自業自得チャンネルなんですけど、そう。で、せっかく、まあ 90% ぐらいまで回復したのに、また 5% ぐらいまで逆戻りして、そこからまたこうやって登ってって、今 50% ぐらいまで、ね、おかゆ生活のおかげで、おかゆにね、ぐちゃぐちゃに溶かしたサバ缶とか、ツナ缶とか、そういうのとか、卵とか溶いて食べるとかっていうね、そう、病院生、だから美女いいのかな、今日。なんか、顔がまたスッキリした気がする。そうなんですよ。っていう、ちょっと暴飲暴食気をつけます、本当に。やっぱね、ダメだわ、酒一滴でも飲んだら本当に3リットル飲んじゃう、この体。ははははは。悪いことじゃないよね。気をつけますって話と、恋だろの動画をね、今日は振り返ろうと思ってるんですよ。どうですか皆さん。恋だろの動画見ていただけましたでしょうか。彼氏、あれね、あれ本当に彼氏なんですけど、本当に彼氏なんです、あれは。なんか、私がさ、ちょっと、彼氏を使った釣り動画を出しすぎて、この3年間で、結局、一回も出てないんですよ、私の彼氏って。例えば、なこなこのこうくんだったりとか、水球選手の荒井さんだったりとか、あと誰だ、まあ、ヒコとか、大森元樹さんとか、なんかいろんな人をさ、私の彼氏です、みたいな感じでさ、動画のタイトルで釣ってさ、全然彼氏じゃないんかーい、みたいなのをやり続けたせいで、やっぱ疑われてたんですけど、今回、マッチさんの恋だろう、一緒に歌ったのは、後ろ向きで歌ったのは本当に彼氏なんです。そうです。あれ、ガチです。これ嘘じゃないです。で、まあ、いつからいたんだいって話なんですけど、詳しくは言いませんが、まあ、最近ですと。最近できました。最近というところで、こうなんかざっくりこう収めといていただけると嬉しいなと思います。で、あとなんだ、あ、彼氏音楽関係者なんですかって、彼氏歌うまいでしょ、ワイの彼氏結構歌うまいなと思うんですけど、私でも。特になんか恋だろとか、そういう、ああいうなんかバラードというか、あの音域で歌わせると結構私よりいい歌だったりするんで、そうなんですよ。結構それは私の自慢ですね。で、音楽関係者とかじゃないんですよ、別に。全然その歌習ってたとかでもないし、全然まあパンピーっていうと言い方はちょっと違うんですけど、音楽に関してはパンピーという感じですね。なのに歌うまいんですよ。もちろんなんかいろんな曲を全部器用に歌えるわけじゃないと思うんですけど、ああいう曲はすごく上手にこう、歌ってくれることはもう分かっていたので、で、歌いたいって言ってくれたので、歌うかーって言って歌った感じです。恋だろって曲はさ、性別も年齢も家柄も国籍も外見も年収も過去も何もかも全部関係ないだろ、それが恋だろっていう歌詞の曲じゃないですか。で、なんかやっぱりこう歌ってみたというか、カバーというか歌ってみたするときって、やっぱりなんかその意味のある歌ってみたにしたいなっていうのはずっと思ってて、自分にとって関係のある曲とか、自分がやっぱりこう感情移入できる曲とか、体験、自分がしてる体験と近い曲とか、立場と近い曲とかを、やっぱ歌ってみたしたいなっていう、なんとなくの信念でちょっとごっちゃになるんですけど、信念があって、なんで、まあ恋だろっていうのはすごくこう、まあ男性カップルである我々が歌うのには、ちょうどいいというと何でかわかんないですけど、すごいぴったりだなと思って、これだったらこう、挑戦できるなと思って、まあ恋だろにしたわけですね。で、恥ずかしいんで詳しくはすっ飛ばすんですけど、他の歌詞も、やっぱ二人が担当した歌詞がそれぞれ結構自分たちのこうなんて言うんだろうな二人の関係性において結構意味のある歌詞が多くてなんです死ぬ恥ずかしい
なんで、もうこの曲、まあそういう風な意味でこの曲をチョイスして、この曲を二人で歌おうって言って、歌った限りでございます。で、彼はすごくこう、別に音楽関係者じゃないので、自分の歌声がコメント欄で全部見てるらしいよ、コメント欄全部見てて、自分の歌声がすごい褒められててめっちゃ喜んでました。全部見てるらしい。TikTok と、YouTube 全部見てるらしいです。可愛いとこあるよね。そうなんですよ。喜んでましたよ。照れてましたよ。で、あと二人でコメントとか見てて話したことの一個が、意外とゲイアンチいるなっていうのに、忘れてたっていうか、やっぱなんか気づいたっていう。なんかその、YouTube はほとんどないんですけど、やっぱね、TikTok で、にも載せたんですよ。ちょっと恋だろのショートバージョンみたいなのを。載せたら、なんかね、やっぱ、なんかゲイかよみたいな。ゲイ、ああ、そういう感じか。ゲイならもう見ませんみたいなとか、あそういう系ですかみたいなとか、彼氏、おしらさんは女なの？女だったのとか、どうせキャラだろうみたいなとか、なんかね、こう、まあ、アンチというか、まあ、その、なんだろうな、まあ、ちょっと偏見チックなものから、なんかちょっとゲイ、LGBT とかセクシャリティのリテラシーないコメントから、結構、TikTok 来て、で、まあ、TikTok ってそういうところなんで、そういうところなのと、もう、私も忘れてた、そうやってゲイへのアンチがいるってことが忘れてるぐらい、こう、私の周りの友達とか、周りの人とかは、私のことを受け入れてくれてるっていうか、もう自然と接してくれるし、自分もなんかもう、もはや、ゲイであることってどうでもいいぐらい自然だと思ってたし、私の彼氏も結構、ゲイ歴長いというか、なんか完成されたオカマというか、そうなんですよ。完成されたオカマ系の、結構お姉度高いって言ってちょっとまた語弊があるんですけど、うん、なんだろうな。そうなんですよ。完成されたオカマなんで、全くノーダメージなんですけど、二人して。ていうか、ゲイアンチとかっているんだね、未だに、みたいな。令和のこの世にさ、ゲイのアンチってまだ存在するんだね。爆笑みたいな。なんかね、小学校からやり直してほしい、みたいな感じで、全然ダメージ受けてないんですけど、意外といるんですね、みたいな。そっち系ですかみたいな言葉を使う人とか、そっち系って何みたいな。どっち系ですかみたいな。とかさ、なんか、その結局、恋愛のさ、基準がさ、ゲイって男性のこうカップルのことを言うんですけど、どっちかが女役だと思ってる人がいたりとか、なんかおしらさんが女なんですかとか、向こうが女なんですかとかって、なんで男女の枠に当てはめんのみたいな。まあ、そういう男女の恋愛はあるのはもちろん私は知ってますよ。知ってるんですけど、なんで男女の恋愛に当てはめて全部こうなんかやめてみたいな勉強不足ってうちらがさ、こう上から言うのは違うかもしれないんですけど、ちょっとさすがに勉強不足じゃない、そろそろいいんじゃない、分かってもみたいな。だってさ、TikTok 見てる人たちってさ、そんな、なんか上のシニア世代とかじゃないでしょ、結構若い世代がコメントしてるはずなんですけど、それでなんか、なんか LGBT への理解ってその程度の奴らってまだいるんだよ。どこに住んでんのみたいな。ね。なんか私の周りにいなくてよかったわって思ってるんですけど。うん。まあどう思うが自由なんですけどね。っていうなんかまあそういう意外とちょっと寒すぎてだんだん鼻声になってくるこの部屋。ね、意外とこうゲイアンチがいるんだとかっていうのは二人で話してたりとかしました。私、ボイストレーナーであり、YouTuber でもあるんで、まあ、再生数とかっていうのは、まあ、気にしないことはないんですよ。気にするんですけど、もちろん。ちょっとね、恋だろうのね、恋だろうが、思ったより、こう、反響があるというか、再生がされてて、今、4日目にして、70万とか80万再生とかされてて。嘘、そんなみたいな。そんなしてくれんの再生みたいな、ありがとうございますって感じなんですけど、なんか、彼氏様も、ね、気を良くしてて、また一緒に歌いたいね、とかって言ってるんで、まあ、そのうちまたのロケデュエットなのか、喧嘩デュエットなのか分かりませんが、が世に出るかもしれません、というね、結局のロケの動画でございます、今回も。はい、というわけで、まあ、ちょっと12月はね、いろいろ盛りだくさんのお知らせなんですけれども、まだまだ動画出ますし、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、皆さんも健康に楽しく、食事には気を使いながら、12月最後過ごしていただけると嬉しいです。頑張ろう！えいえいよ！また次の動画でお会いしましょう。バイバイ！